趣味変わってゴルフだった。ダンさんがゴルフしだしたなんていうのは僕はびっくりですね。前はされなかったですか？しないしない。だって僕がゴルフ場取ってくださいって言ったら ありますよって取ってくれるけど、前まで来て帰りますから、ね、で終わる頃にまた来てコーヒー飲んで一緒に話してっていう感じ。今はね、それが健康になるし、今もうすごいですよ、毎日打ちっぱなし行ってますもん。あ、いや、膝と首が悪かったからですね。あ、それもありましたけど、ゴルフ好きじゃなかったんですよ、もともと。長いからでしょ、うん、なんかなんであんなちっちゃいボール打ってあのちっちゃい穴に入れるの。イライラしなくなったんですか最近ですか。はい、はい、少し大人になりました。クラブ投げるぐらいイライラしてましたね。してましたよ。そうでしょ。壊しちゃいましたよ。え、日本でも行くんですか、じゃあ。日本はね、今年2回ぐらい行きましたね。高いでしょ、日本。スルーで行けますか、関東は。行けないです。まあでもランチだったら奥さんと楽しめますか。はい、ランチ、うん、でも行くまで遠いじゃないですか。1時間。1時間とか2時間。アメリカだともう30分圏内にいくらでもあるから、はい、安いし。シニアだし、アシニア料金もあるんですか、ハワイは。ハワイなんか日本人がビジターで行ったらやっぱり300ドルぐらいしますからね。僕ら50ドルぐらいです。でしょ。僕は趣味がバイクの方になっちゃったから、バイクとアウトドア。バイクオートバイですか。そうですね、川崎バイクになってんですか。バイク大型。バイクいつからですか。免許自体は2011年、青少年から持ってました、ね、本当ですか。それ全然知らなかった。いやだから釣りかなと思ったけど。釣りもそうですね。とにかくアウトドアです、ね、うん、今はでハイエース買って、いや今はもうキャンプの動画ばっかり、アウトドアの動画ばっかり見てる。でいずれ自分のチャンネルではそういう YouTube にしながら、そこで野球の話したり、そこでライブしたりとか、うん、試合後に、ね、山の中で引いたいって、今日の試合どうやったの見てねえよって言ってやるんだよって。それでストレス溜まったファンの人の気持ちを抜いてあげたいんですよ、うん、なんでストレスを発散しに行って野球負けたところで異常に阪神ファンでストレスを抱えて、それが選手攻撃になっちゃうじゃないですか。リラックスする空間をもう一つ作れれば、まあ人生で勝負する時はなかなかないから、やっぱり委ねちゃうんだと思うんですよ。だから魅力的なんだと思うんですよ。ってことはやっぱり70勝しても70敗するんですよ。じゃあ70回は嫌な思いしなきゃいけないわけじゃないですか。その5ゲームか10ゲームの前後でしょ。この前に言ったんですよ、うん、解説で。ちょうど貯金もマイナスもなくて借金もないゼロの状態のチームが2チームぐらいあったんですよ、はい、で阪神と巨人の解説してて、はい、僕も順位表が出た時にすごいですよねって、やっぱりファンの方って言って、ここまで戦って勝ったり負けたりで結局元の位置にいるんですよってなのに評価がどっちかに傾いてるんですよって、これってすごいですよねって。何も始まる前だったら何にも思わないのにね、200日過ぎて同じ位置にいるのに人の評価が変わってるんですよって、何もしなかったら何も変わらないのに勝手にそこに感情が動いてるって、こんなことってありますかっていう。60勝60敗でもね。そうなんですよ、ね、60勝60敗でこの人はダメだとかこの人は良かったとかに変わるわけですよ。でうちのチームはダメだ、同じゼロやのに、うん、ってなるとやっぱりそこはもう人間の感情が入る競技なんだなという。まあ趣味でもそうなるから、誰が興味あんのっていうところはやっぱりいつの間にか自分ってやってるから、人って選ぶのは勝手ってことですよ。そうです。嫌いなゴルフを好きでやってるの。そう、好きでやってます。面白いですか。面白いですね。ボール高いですよね、ゴルフね、700円ぐらい1球でも。やってるとね、やっぱなくすものあれば拾うものもあって、まあチャラじゃないかな。まあ60勝60敗です。まあそうですよ、結局そうなんですよ、時間をどう使うかっていうことですもんね。でもゴルフのあそこ外へ出て歩いて景色でしょ。景色もいいし、景色もいいし、そうそう。で友達とやってなんかいろんな話してやるのも、あの動きながら話をするのと、ね、こうやって座って話するの内容が全然変わるんですよね。今度立ってやろう、ゴルフ場で。
ウォーキングとかもそうだ、はい、人って歩きながら話すると前向きな話しかしないんですよ、うん、昨日ねっていう時って一回止まるんですよ、あちょっと待ってって止まるんですよ、あ確かに、でその代わり前向いて夫婦でもちょっと散歩行こうって歩いてると明日何しようかって時絶対止まらないんですよ、でその気じゃない時は絶対人って止まるんですよ、そうですね、昨日何したっけってあで止まる、止まるでしょ、だから毎日散歩を心がけるとそれが後ろ向きな気持ちに絶対なるんですよ、だから僕が怪我した時に後ろにずっと横になっててそれが嫌だから今やっぱ出るように理由付けて出るように一人で散歩するようにしたら明日何しよう明後日何しよう回転するんですね、そうなんですよ、だから止まってちゃダメなんですよ人間って全身あるのね、はい、それを自分で気づきました、ふと立ち止まる時っていうのは多分忙しい方には絶対必要なんですよ、あそうですね、坂道登るのが嫌いなんですよ、うん、しんどって頭になるじゃないですか、うん、勝手に動いてくれると次に違うこと考えれるので、うん、結局多分そういうことなんですよ、なるほど、だから投げてボールが走らなくなったら面白くないから野球やめたんですよ、やめた、行ってないなって考えて悩むじゃないですか、行ってるなでいいですよ、だったらどうやって抑えようかなんだけど、いやそれで僕は最初ゴルフ嫌だったんですよ、前行かないんですよ横ばっかり行ってるんですよ僕もまっすぐ行かなくなったから嫌になったんですよやっぱりそうなんですよまたでも多分好きになるんでしょうね、また今度やりましょう、はい、ぜひぜひ年末にはハワイで年明けに、はい、携帯で撮ってこれで流してもらいましょうか、わかりました、ね、面白いですね、ぜひ3ホールマッチぐらいが多分面白いですよ、やりましょう、ロッカールーム見てください、見てくださいお願いします編集大変やでこれ相当撮ったよ